皆さん、こんにちは。今日は30色インデックスのデフォルトのインデックス、えー、つまり総合資格さんから出しているインデックスとどうやってこう組み合わせて、えー、貼っていくといいかということについて、えー、解説したいと思います。でこれ今現状見えているのは、えー、っと総合資格さんが出しているインデックス、 デフォルトですよね。なので、こっち、こっちのインデックスですよね。今、建設業法と建築法とか出ているインデックスにですね、えー、と上からかぶさるように30色インデックスをこう貼っていった。そうするとですね、えー、とインデックスの位置というのは、デフォルトの位置、えー、要は総合施策さんが指定した位置になって、 上でさらにこう視認性を向上させるために、えー、ちょっと例として、ですね避難施設を引いてみたいと思います。現状ですね、えー、っと今、こう閉じた状態、えー、法令書を閉じた状態では、えー、そのインデックスが重なって見えないんですが、これをこうどうやって引くかというとですね、えー、っと、 なかなかわかりづらいですよね。えっと、要は、えっと、このインデックス自体をちょっとこう出すと。このインデックス、一応閉じた状態からこうちょっとずつ出していくというような、えっと、貼り方ができるのが30インデックスの特徴となります。で実際にちょっと貼ってみましょう。えっと、今、避難施設がここにあるんですけれども、えっと、これ今現状見づらいですよね。ページを閉じた状態だとインデックスが隠れてしまって見づらいと。 でこれをですね、えー、と三0色インデックスを上から、えー、と貼っていくという作業をしてみたいと思います。ちょっと動画を一回止めて、貼った状態の後から見れると思いますね。えっ、ー、と、これが貼った状態になります。三十色インデックスを、えー、とデフォルトのインデックス、えー、の上にこう貼ってしまうとで。これ何がいいかというと、 このように閉じた状態の時に、えっとですね、こう、文字が一発で見えれると。これで、えっと、避難施設を閉じた状態からでも一発で弾けることができますよね。ちょっと、えっと、インデックスが出すぎててちょっと、これは持ち運びに便不便ではない、保存に不便ではないかと思われる方がもしいらっしゃるとしたら、このようにですね、えー と、一番背の部分を、えっ、ー、と、本棚にですね、えっ、ー、と、分け、置いて、えっ、ー、と、保存していただくと、問題ないかと思います。で、裏からでも、こう、バッチリ見れますよね。だから、えっ、ー、と、このように、こう、引いた状態で、避難施設が一発で引けて、さらに、こう、 避難施設っていうのが、えー、引いた状態からでも一発で、えー、引けることができるというような、えー、特徴がありますね。で、もちろんですね、えー、と、この字を見ていただくと、避難施設っていう、こう、えー、文字自体も大きいし、えー、避難関係で、こう、色をすべて分けているので、同じ色ですよね。 なので、こう、老舗が、すごく向上するというのが特徴となります。ちょっと質問をいただいたので、えー、とデフォルトとインデックスと、こう、えー、組み合わせ方というのをちょっと解説してみました。今日は以上となります。